はい、どうも、こんにちは。東大対策、論述世界史第11回目になります。担当の久保田です。よろしくお願いします。それでは、今回の問題を一緒に読んでいきましょう。ローマ法は、古代末期に編纂された法の集大成を通じて、11世紀に西ヨーロッパで再発見された。 その後、ローマ法の影響を受けて、13世紀末から14世紀初頭に、イギリスやフランスでは共通した方向性を持つ代表機関が生まれた。というリード文がありますよね。で、これに関連して A の問題。この法の集大成の編算を命じた君主の名前を答えろと。 えー、そして、ね、編参の中心にいた法学者の名前2をそれぞれ行を改め、冒頭に1、2を付して記しなさいと。はい。編参の中心にいた法学者の名前。いい。君主の名前と法学者の名前。これを答えろというわけですね。はい。まあ、あのー、これはね、6世紀のユスティニアル ユスティニ・アヌステのことを言っているっていうのは、もうこれを受けてくれているみんななら、おそらく分かってくれてるんじゃないかなと思います。はい。そして、この彼がね、編纂を命じたのが、ローマ法大前というやつですけれども、えー、それの編纂の中心にいた法学者っていうのは、 トリボニアヌスですよね。うん。まあ、これについては、まあ、単純な一問一答のようなもので、えー、多くの人が難なく答えられたんじゃないかなと思います。ここで落とすともったいない。もったいないよ。ね。じゃあ、次。えー、2番。2番じゃない。B の問題か。この時期に生まれてくる国政に関わる代表機関の性格、並びに、君主との関係について、その代表機関の名称を 一つは挙げながら二行以内で説明しなさい。今回この B が癖物ですよね、うん。まず代表機関っていうのが何なのかを特定した上で、その性格を書かなきゃいけない。代表機関の性格、まず一つ。で、並びに君主との関係っていうのを書かなきゃいけないね。その機関っていうのが君主とどういう関係なのか。さらに条件がついてます。 代表機関の名称を一つは挙げながらっていう風に書いてるよね。だから絶対一つは挙げなきゃいけないけれども、ただこの書き方って複数あるから二つぐらい書いても別にいいよと。まあそのようなことも示唆してるわけですよ。まあ一つだけ書いてもいいけれども、ね。ただ複数あるからどっちも書いていいよという意味も取れるよね。 で、2行以内ですから、いつもの通り時数は気をつけましょう。60時以内ということになります。さあ、じゃあ、この時期、13世紀末から14世紀初頭、イギリス、フランスで出てきた代表機関、その性格や 君主との関係を答えろという問題で、じゃあ私の教え子はどんなメモを書いたのかっていうのをお見せしたいと思いますね。こちらです。えー、イギリス、模範議会。この子はイギリスだけを挙げてんだね。イギリスの例。だからフランスの例は書いてないわけだよね。で、模範議会。 これは1295年に開かれた模範議会のことですよね,ね。書けばいいのにね、ここね、時系列のとこ。13世紀制とかでもいいから。で、二分制議会ってのは確かにそうです。はい。貴族とか聖職者とか、ね、あと、まあ、市民の代表みたいな人たちを集めた議会ですよね。 で、ここ、国王の諮問機関。まあ、その通りですね。え、諮問っていうのは、例えば王様とかが、こう、尋ねるみたいな意味です。尋ねる。どう思うかって。だから、諮問機関っていうのは、国王なんかに、ある意味意見することができたりする機関ですよ。ね。だから、意見することができるっていうことは、国王が勝手なことをするっていうふうな振る舞いを、えー、ブレーキかけるっていうね。 そういう役割を担う可能性もあります。ということで、まあ、こんなメモを私の元生徒書いてきてくれたんだけれども、うーん、なんかね、適当な感じがしますね、ちょっと。これだと書き間違えるかもしれないし、フランスのこととかもね、メモは書いた方がいいと思います。それでは、ちょっと私の方でね、メモを作成してみましょうか。 じゃあ、黒板の方をご覧ください。はい、まず、論述をするときは、こうやって書くんだったよね。で、こっち側が時系列。時系列。こっち側はいろいろな項目に使うということを前教えました。で、今回は、えー、こっちですね。この項目。 いろんなカテゴリーを書けるところに関しては、イギリスとフランスを書いたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。イギリスとフランスを書く。で、えー、時系列なんですけれども、えー、今回問われていることってさ、イギリスだと模範議会で、フランスだと三部会のことだっていうふうに、 おそらくわかると思うんですよね。皆さんだったら。で、イギリスの身分制議会、えー、この模範議会と、フランスの身分制議会、三部会。これどっちが先だったか覚えてますかはい、えー、模範議会が先です。1295年。はい、えー、模範議会ですね。 誰によって開かれましたか、はい、エドワード1世でしたよね。まあ、ちなみに1265年には、ヘンリー3世の時、シモンド・モンフォールの議会とかありましたよね。イギリス議会の起源と言われるやつ。で、このモハン議会っていうのはじゃあ何なのかっていうと、えー、ちょっと書きますけれども、 はい、えーえー、大都市じゃなかった、大貴族ね、えー、大貴族、高位聖職者、二名ずつの各州騎士、各州都市の、えー、代表が参加したと。 これが模範議会です。大貴族、聖職者、各州の騎士、各州の都市、代表が参加する。このように、当時の身分制社会をまるで模範的に表すかのような構成だったから模範議会っていうふうに言ってるわけよ。いいですかね。じゃあ、えー、次。フランスの三部会についてなんですけれども、 三部会って何年だったかっていうと、1302年ですよね。はい。え、1302年が三部会です。ね、え、三部会。誰によって開かれたか覚えてる はい、フィリップ4世ですね。えー、彼は、教皇のボニファティウス8世と、争って、そして、各身分の賛同を得るため、味方につけるため、世論を味方につけるために、三部会を開いたんだったよね。 フランスの三部会は、聖職者、貴族、平民からなる身分正義会です。はい、えー。このようになってますね。で、国内の世論を味方につけて、強硬に対抗するために開いたんですよ。1302年。で、その後、ボニファティウス発生を捉えるアナアニ事件とか、あったよね。1303年アナアニ事件。 で、1309年から1377年まで、教皇のバビロン保守があって、で、その後教皇庁ローマに帰ったけれども、南フランスのアビニョンでも教皇庁が、教皇が再び立ってね、教会大分裂大、大シスマですよ。それが起こった。大シスマは1378年から1417年まで続きました。 コンスタンツ公会議っていう1414 14年から開かれたあのコンスタンツ公会議。わかるフスが火破りになったやつ。あの時まで続くんだよね。この辺の中世の歴史っていうのは資料集の年表などを見てイギリスの議会制の発達とフランスのこのフィリップ4世を軸とした教皇とのやりとり。これをね、しっかり今一度復習してほしいと思います。 で、今回このようなメモを作りましたけれども、まあ、ここに書いてるように、イギリスの模範議会も、フランスの産部会も、身分制議会なんですよね。だから、そういったところは書いてほしいと思います。いいですかはい。じゃあ、回答例を見てみましょう。 こちらがですね、あの、まあ、教え子の回答例なんですけど、イギリスの模範議会は、え貴族聖職者市民代表からなる身分制議会で国王の諮問機関としてえ、課税を承認する権限を有していたとあります。これね、今回、うん、丸書いてるけど、OK だよね。うん、ある程度 OK、この子。 で、私の回答例も、ほとんど似たようなものになりました、ね。はい。まあ、ユスティニアヌス大帝とトリボニアヌスはいいとして、ここですね。イギリスの模範議会や、フランスの三部,三部会は、あ、似たようなものって言ったけど、私はあれですね、あの、三部会も入れましたね。うん、ここ。私は三部会も入れました、今回ね。三部会入れちゃった。 まあ、どっちか一つでもいいんだけど、まあ、どっちも書いてもいいよねっていうことで。で、イギリスの模範議会や、えー、フランスの三部会は、各身分の代表から構成される身分制議会。まあ、このようなね、えー、性質は書いた方がいいと思いますね。うん。あの、代表機関の性格を答えろって言われてるから、身分制議会は書いた方がいいと。で、それだけじゃなくて、君主との関係を書かなきゃいけなかったでしょ問題覚えてるかな君主との関係っていうのも聞かれてたから、 じゃあ、この議会が、身分制議会が、王権をどのように、えー、扱ってたのか、あるいは王権とどんな関係にあったのか、っていうところで、課税の承認権を持っていたっていうところを書いています。身分制議会っていうのは、王様が好き勝手課税するとか、そういったことを防ぐような役割があったわけですよ。 え、あの、貴族とか聖職者とか、そういった人たちの承認がないと、好き勝手に課税っていうのは難しい。まあ結局ね、えー、なんでかんだ課税承認しまくってるので、逆に王権が強化されるなんていうオチちもあるんだけども、ただ一応課税承認権を持っていたから、ね、えー、それでもって王権を制約したんだと。このように君主との関係を、 え、きちんと記述すれば、だいたい60字ぐらいになるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあちょっと難しかったと思いますが、イギリスの模範議会を中心に書くか、フランスの三部会を書くか、まあ、どっちでもいいんですけれども、どっちも,もう書いてるね、えー、身分制議会ってまとめて、で、課税承認権で王権を制約って書いた方が、まあいいのかなというふうに、今回は思います。それでは、 えー、以上です。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。今回分からなかったこととかがもしあれば、必ずその日のうちに用語集や資料集を確認して復習してください。その地道な復習が次の勉強につながっていきます。では、頑張りましょう